日本東京都足立区新田神殿は東京都足立区の町名。現行行政地名は新田1丁目から新田3丁目。住居表示実施済み。郵便番号は123-0865。ハートアイランド神殿東京都足立区の西部最西端に位置し、周囲を荒川と隅田川に囲まれている。北は荒川河川敷部分で、 埼玉県川口市河原町に接し、北東は荒川を挟んで、足立区鹿浜、堀の内、江北、南で北区戸島、南西から西にかけて隅田川を挟んで、北区戸島、神谷、王子、下と接する。北西から南東に向けて一丁目から三丁目が廃されている。一丁目は西を隅田川、北を荒川、東を間七通りに挟まれており、 幹線道路沿いであるため工場や倉庫等が多い。二丁目は小建て住宅や小売店、マンションが立ち並ぶ規制市街地で金融機関や医療機関も置かれ中心市街地を形成する。三丁目には1990年代まで大規模工場が設置されていたが移転後跡地は都心に近い立地を生かした都市再生機構主導の開発事業、ハートアイランドとして 大規模高層住宅街に変化しつつある。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、新田3から7から18の地点で22万8千円、平方メートルとなっている。鹿浜神殿は商法から、元禄の,の間に、武蔵国吉美の商材門、サブロベイラによって開拓されたと伝えられている。武蔵国吉美から材木をいかだにして、 荒川を利用して、江戸に運搬していたが、途中の休憩場所として神殿が使われていた。現在の神殿は、旧来の鹿浜神殿以外にも、荒川放水路の改作によって分断された、鹿浜の一部区域と堀の内の一部区域に加えて、沼田の飛び地だった地域を含んでいる。江戸時代中期に、この区域の近辺に開拓が入って、鹿浜神殿が成立し、これが、 現在の神殿につながっている。また、古くからこの区域は、の日田と呼ばれていた。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、 2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。町域内に鉄道駅はないが、隅田川対岸の王子神谷駅からむね徒歩15の20分圏内で、ある。王子駅、赤羽駅を結ぶ路線バスが頻繁に運行されている。東側の荒川に架か,かる鹿浜橋を渡れば、足立区鹿浜へ、東京都道449号。 新荒川堤防線沿いに下れば、宮城、小田を経て、千住へ、新田橋、または新豊橋を渡れば、北区と島を経て、大子上谷駅へ、新神谷橋を渡れば、国道122号を経て、東十条駅へ至る。AB、足立区の町定別の世帯と人口。足立区。2017年12月7日閲覧。郵便番号。日本郵便。 2017年12月7日閲覧市外局番の一覧。総務省。2017年12月7日閲覧国土交通省地下工事、都道府県地下調査、区立小中学校の通学区域表、通学区域図。足立区。2017年12月7日閲覧学校選択制度について。足立区。 2017年12月7日閲覧小学校の学校選択制度の改正について、足立区、2017年12月7日閲覧ありがとうございます。